はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日はイジチさん使っていこうかなと思います。Rキャラクターというわけで、最近このイジチという男のね、虜になってるんですよね。まあ、世間一般的に評価ようわからへんねんけど、僕結構好きな性能で、Rキャラの中でも、まあ、強い類に入るんじゃないかなって思ってるんですけども、どうなんですかね。まあ、今日はね、そんなイジチさんを最強にして皆さんも虜にしていこうかなと思うんですけども、今日使っていく性能こちら、危機管理ですね。ジロク30消費して味方全体に被ダメージ20%ダウン付与2ターンというわけで、まあ受けるダメージ 20% ダウンされるという、まあなかなかいい性能なんですけども、今日はねパーティーこんな感じで、でお供に、こちら犬巻、R 犬巻ですね。こいつ、スタンがなかなか強いというのは有名なんですけども、もう一つのスキル、防げ。これで被ダメージ 37% ダウン付与できるんですよね。このゲーム重複しますんで、これ2回かけることできるんですよ。これ2回かけたら合計 74% ダウンでしょ。ほんで、イジチさんで、またさらに、これも2回重複しますので 40% ダウン合計、これ2人合わせたら 100% ダウン超えてるんですよ。ということはつまり 100% カットできるんですよ。受けるダメージがゼロなるんですね。ただしかし、ジロク30消費、なかなか痛いジロク消費も、こちらユウキさんのジロク回復でもほぼ毎ターンのようにダメゲン打ってったら全員受けるダメージゼロなって、無敵パーティーが完成するんじゃないかなと思って、ほんで地味に乙骨もぶち込んどいて、なんかちょっと磁力が足りんくなってダメージ食らっても味方全体の回復入れて、これでガッチリ回復していく、はい、ほんで、犬巻の防げという能力、HP12% 分自傷とかでバカ自傷持ってんねんけど、剣山福岡で回復積んでうまいこと自傷をプラマイゼロにしていくというこのムーブ、これどうでしょうかっていうパーティーですわ。まあ一応イジチの性能を見ていきますと、HP8500、体術2200、術式2700、必殺ゲージ1300、まあ今回必殺発動しませんわ。はい、ほんでコマンドスキルがジロク0で体術 122%、そんでジロク30で、味方全体に被ダメージ 20.5% ダウン付与2ターン、そしてジロク15消費で味方全体に体術 30% アップ、地味にね、体術アップもついてるんで強い。んで必殺が、味方全体の必殺ゲージ 330% 回復、はい、というわけで、使っていくんですけど、挑んでいくダンジョン強敵開口、東京港サンドバッグ2というわけで、まあ、ここもね、まあ、強敵開口ガチダンジョンではあるものの、言うて使えるんじゃないかなと思うんですけども、まずもしもの青春で呪録回復していきまして、はい、ほんでここでもこの階層発動しますわ。ちょっと一旦目に関しては結構ダメージが食らってしまうので、ここはこの僕の本領発揮する、まあお膳立てって回想でしていこうかなと思うんですけども、あいと、まあ、乙骨はね、火力キャラクターなんでギョンギョンに、ダメージぶち込んでいきまして、そんでもってこっからまあ、このパーティーの真骨頂が発揮されます。これ見といて、このダメージを見といてほしいなと思うんですけども、はい、いかほどというわけで、はい、ここはね、あ、ゼロ、あ、ゼロ、あ、ゼロー、あ、これどうでしょうか。で、ここで、必殺飛んでくるでしょ、関係ないね。このクソガッパが必殺ぶち込んでくんねんけど、もう関係ないね。関係がなさすぎんねん、この必殺。これ見といてまして、この必殺も見といて、ゼロ、ゼロ、ゼロ、あ、ゼロー、これイジチ夜属性かな、夜属性なんで、ここはフリー属性なんですよ、はい、フリー属性とか関係ございませんわ、はい、ゼロなんて受けるダメージが。ほんでクソ磁力回復してるんで、この毎ターンダメゲンがねできとるんですわ、はい、ほんで乙骨のね、リカちゃん消化もできんねんけど、まあ次パンダがね息シャーシャーと必殺ぶち込んでくるので、これちょっと受け取りましょうか。はい、
パンダの熱い思いを受け取っていこうかなと思うんですけども、これダメージいかほどでしょうかっていう感じで、はい、これどんだけで、ね、ゼロ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 、はい、ゼロー、これなんですわ、これなんですわね。ほんで、ジロくん見て、イジチのジロく60万ね、うん、ほんで、これ次、まあ、パンダ殴っとこうか。ほんで、犬巻のジロくも60あんね。毎ターン30消費してるのにもかかわらず、ジロくがまだ60あるという。これで無限に非ダメージダウンして、無敵というのが完成されるという、このパーティー、ゼロゼロ、これどうでしょうか。このパーティーどうでしょうか。はい、アルティメットイジシとでも謎きましょうか。はい、このアルティメットイジシ、これ窓巻きもびっくりじゃないかなと。はい、これパンダ、あのクソパンダちゃん、あのクソガッパがまた殴ってくるんですけども、これダメージいいか、どうだっけ、これどうだっけ、これずるずるずる、はい、というわけで、まあちょっとね、ダメージ入るものの、はい、あの乙骨の、回復圏内に行ってしまえばもう関係ないね。ここでまたさらに、はい、ゴリンゴリンに、ギョリンギョリンに、またさらに、ダメゲン積んでおきまして、マキさんがまた殴ってくるんで、あれだ、ジョロジョロジョロ、あいつらー、これどう、はい、ほんで、乙骨が、ビュイーンと、回復するという、このムーブ、これどうでしょうかね、このパーティー。このパーティー、いかがお過ごしでしょうか。はい、ほんで、またパンダが殴ってくるんですけども、はい、このパンダのダメージ、これまた、あ、ちょっとブレイクしてしまったんですけども、あいつろ、あいつろー、このゼロね、はい、ほんでまた次、ゴリクソガッパがまた殴ってくるんですけども、階層が復活しとんね、うん、あの関係ないんですけども、別に階層も発動していきまして、ほんでここでマキさん潰していきまして、福岡も剣山しといて、あ、でもここで自傷入ったら次乙骨の回復が入るんで、ここ防げ、やっていきまして、地味にね、この犬巻の自傷と乙骨の回復がね、相性がいいんですわ。はい、ほんでもってここ、あ、ゼロ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 、あ、ゼロー、ほんで乙骨の回復、どう、このパーティーどうね、おもろないこのパーティー。あ、ジロクがなくなってしまいました。はい、まあこういうこともあるわなんいう話で、はい、っていう、今何ターン経過した、今ちょっと何ターン経過したか忘れたんですけども、ここまで粘りましたけども、ここまで粘る必要ないからね、うん、必殺技を発動できるんで、だからもうここでもう乙骨でアホほど、はい、必殺ぶんまいたらもう勝利となってます。これどうでしょうか、この攻撃無効化、全員攻撃無効化という、まあ東堂の時、東堂のね、クソチートパーティーを作ったんですよ、以前。その時は、ベストフレンドでいろいろいなすんですけども、味方全体の攻撃はね、いなすことができなかったんですよ。ただしかし、このパーティーは味方全体もいなすことができますんで、このパーティーちょっと皆さんに体験してほしいなと思う。ほんで、お次、特級呪霊いきましょうか。さっきの、サンドバック高校は、体術系やったんですよ、このダンジョンは術式系となってます。これ術式系とか変わってもいけるんかっていうのを、皆さんにお見せしていこうかなと思うんですけども、まず雑魚処理をしていきたいんで、早急にこのなんかカエルみたいなしょうもないやつは潰していこうかなと。ゼロ、もうすでにゼロやもんもうすでにゼロっていうね、素晴らしい状況が完成してるんですけども、ここに関しては全体別にエッカー、はい、不正でいきまして、はい、この辺から、ダメゲンの僕のパーティーの真骨頂が発揮されるのではないかな。あと受けるダメージ増幅しとるやんけ受けるダメージ増幅持ってんのかこいつら。なるほど、そうだったらここ来るべきところではなかったな。まあエッカー別に、まあ別にエッカーやわ。はい、そういうね、ダメージアップとかされてもどうなんだみたいな。あ、ゼロ、これね、はい、このダメージ量なんですわ。はい、ほんでここちょっともう厄介なんで次行きましょう。次行きますわ。はい、ここちょっともうめんどくさいんで次行きまして、はい、福岡もぶち込んどいて、
はい、とまあここはジロク、我慢するというムーブ、はい、まあ次で、本領発揮していこうかなと思うんですけども、はい、とブチンと、まあさっきはねわざとこのパーティーの真骨頂を見したいから必殺技発動しませんでしたけども、まあ必殺技溜まったら発動して全然ええんで、はい、そんでもってここに関してはここはねまあ普通に適当にぶち込んどいて、はい、そんでここは、はい、ぶち込んどいて福岡はまだええな、福岡次発動しましょうかね、はい、と、そしてもってでこのイノシシがちょっとまあ厄介なんで、このイノシシ、先にぶち殴っていけたらいいなと思うんですけども、そしてもってジロク回復していきまして、はいはい、剣山福岡も積んでいきまして、はい、とちょっと攻撃キャラがゲトウなんでね、ちょっと火力が足らないんですが、でもそれでもゼロ、それでもゼロっていうね、まあ、何をスタン、このダンジョンスタン入んのかいな、このダンジョンスタン入るダンジョンなんね、なるほどなるほど、はい、潰していこうかなと思うんですけども、はいはいはい、はい、ゼロゼロゼロ、はい、ゼロでもダメージ食らってもこんだけダメージ食らってもそんだけやねん、なあ、ダメージとかいうのないねんこのパーティーには、ダメージがないねんこのパーティーは、うん、ダメージがゼロです、食らってもなんか1000ぐらいしか入らない、相手のバチクソ攻撃フリーズ属性で食らってもほぼゼロっていうね、これがこのパーティーですわ、はい、ほんで、ボスの攻撃、これボスの必殺技食らいたいよね、こうなったらボス必殺どこまで軽減できるかってのちょっと見たいなと、ゼロ、はい、ゼロ、ほんで次ボスがバチクソ飛ばしてくるんですけども、もうこれいかほどかっていう状況、これは階層別に発動せんでええわ、ここに関しては、こう打っといて、不正度いきまして、はい。犬巻がね、もう自傷ダメージギョンギョンなんで、HP が944なんですけど、まあダメージいかほどって、何ブレイクしとんねん、しょうもない。しょうもないねん。なあ。ブレイクしてって言った僕が。なあ。ここのブレイクしょうもないね。ここのブレイクしょうもないで。ぬしら。ぬしらよ。ここのブレイクしょうもないで、むしらよなあ、ここのブレイクマジしょうもないねんけど、はい、バチクソ飛んできますわ、はい、犬巻がね自傷でもほぼ死にそうなんですけども、はい、これで、どこまで耐えれるかっていう状況、はい、まあ皆さんもお分かりだとは思うんですけども、はい、ゼロー、はい、ゼロー、全体攻撃なんか関係ない、ゼロー、これなんですわ、はい、このパーティーどうでしょうか、はい、犬巻もう死ぬでな、犬巻がもう死ぬねん、このパーティー犬巻も死にそうなのにもかかわらずゼロというそういう状況です、はい、はい、犬巻にダメージ入っても40という、はい、素晴らしい状況ですわ、はい、ちょっとね犬巻が死にそうな時にここでジロクがね結構余裕ある時にはこれでねこの肩でもダメゲンを詰めんねん、だから犬巻にダメージ軽減をまたさらに貼れることができるというこの状況素晴らしいですよね、本当に本当に素晴らしいと言ってほしいわ、はい、犬巻がダメージというか HP1 です、あと、はい、犬巻の HP あと1、はい、これどうやねんっていう、はい、ここ階層でねごっちりごっちり守っていきまして、はい、不正でいきまして、はい、これで犬巻、はい、自傷ダメージで死ねないんで、ダメージ、1です。ダメージが通りもしたら、犬巻死ぬんですけども、見て、はい、死ぬわけがないね。死ぬわけがない。HP1 のキャラがね、何ターンも生きとんねん、このパーティー。っていう、どうでしょうか。このパーティー。アルティメットイジチ。これは、いいパーティーをまた作ったんじゃないかなと思いますね、これに関しては、はい、これはイジチさん使いたくなったやろ、イジチ、犬巻、ユウキ、この R3 兄弟使いたくなったやろ、使ってくれ。